回、第2回、第3回消してくださいね。特許とか書いてあるところがありますから、それを消して第1回と書いてください。特許に書かれたところを消しましょう。で、これを第1回にします。大体、3月の終わりまで3回ぐらいする予定なんですよ。第3回。ね、さっき先生、これ黒蝶じゃないか。はい。さっきの何をしましたテスト。じゃあ、ここの点数を出した人は、そこのここの点数のところを書いてください。ですね、今日第1回の実力テストをお互いにやってますので、それは先生とね、一緒にやってますので。はい、で、そこを書いたら、期末のところですね。覚えてなかったらまた今度書いてもらうので、覚えてる科目の点数、期末考査のところ、2段目のところですね。はい、そこ点数を書いてください。期末考査で。どんなに悪くても大丈夫なので、そこからもスタートするようにやるんですね。期末考査で点数を覚えてるところを書いてください。で、期末考査は下に音楽とか美術家展を書けるようになってます。だいぶ美術。ですか。ですので、点数を書いてください。合計とか出した人は合計も、覚えてたら出してください。いいですか。頑張ろうね。とにかく2年が一番大事なんですね。本当に2年生超絶大事ですよ。本当。後で集めますので、今からちょっと説明をしますから、集中して説明を聞いてください。ですね。これ言うと油断するかもしれませんけど、高校入試で関係があるのは、実は3年生の先生だけで、1年目は関係ない。けど、その1年目で勉強の仕方を身につけとかないと3年では伸びないので、ですね。で、そうしてくると2年が大事になるんです。ですか。はい、じゃあ、後で集めますから、いいですね。いきますよ。次の計算をしなさいというところですが、ノートを出してもらっていいですか。ノートをもらいましたね。頭ノートを使います。頭ノートが、テストの後のやり直しは赤いノートになります。ある、ない。はい、やろうか。ね。まずありますかね。やってくださいね。4月になってですね、次テストがあります。で、それを目標に今してますので、いいですか。だからここでたくさん間違えて、学校で活用してほしいなと。実はもうね、一回間違えて、一回弾かれていいです。学校で、学校がみんなが活躍する場所ですね。はい、じゃあ行きましょう。1番の3。実はですね、2年生の方でよく出る問題で、ちょっと1年生で出したのは割と珍しいです。はい、やり直ししていきましょう。急いでください。ちょっと時間があるんですけど、ごめんなさい。はい、いいですか、大丈夫ですか。あ、さすが。そう、あれは後でこんなのね、タイトルね。それをパッと捨てなかったらいない。うん、皆さん、消しゴムのカスは下に捨てないように、下が汚れます。で、実はこの横についてる文字を一旦上に乗せるんです。これがポイントです。上に乗せるんです。文字は必ず、必ずですよ。例外なく、上に乗せます。
願いします。そして小学校の時から分数の割り算は逆数にして掛け算に直すと習ってきましたよね。ですね。ここで逆数に直します。この段階で逆数に直すと間違うんですよ。こいつが横にくっついたものなんで。上に乗せた後、逆数に直します。ですね、で実はこいつ1分のがついてますので、上としてやることができるんですね。だから、ここでこういうふうにやってみましてくださいということになります。忘れた。何か忘れちゃった。3段階の説明すると。天才と思ってください。はい、ちょっと特徴のある軸にしようと思ってですね、はい、で全体の負荷はマイナスです。2が4、 A は3回のうちの1個約分できたので A が2個残ってます。もうめっちゃ苦手な人はこうしたらいいです。6AAA にしてくれる。A の3ぐらい。こうしちゃったら約分そんなに間違えてないかな。ここに例えば 3AB だったら、A1 個だけ約分ですよ。ごめんなさいね。B1 個だけ約分ですよ。なるね。はい。まあ、これ、数が減りますからね、約分ですからね。3乗が2乗になるでしょ、ということですね。はい、これが答えの B を消えましたので、これが答えになります。はい、じゃあその次4番。これ、ほんと2年生で出てきますから、2年の1学期の一番最初のところ出てきますので、今できるようにしとくと後が楽になりますよ。いいか。はい、4番。2分の3x マイナス y、3分の x マイナス 4y。ね。で、実はですね、これ隠れてるものがありまして、それは何かというと、ここに括弧が隠れてるんですね。このタイプはものすごいよく福とか出します。福とのテストを皆さんが受けてる限り、絶対これを経験しておったら手が取れます。小学校の時に、通分することは習いましたね。で、分母が6で揃ったら、つなげます、こういうふうに。つなげます。そして、この式を一旦書くと、ほとんどミスが減ります。で、分配法則ですね。分配するときに、マイナス2をかけてください。マイナス2をかけてください。9x マイナス 3y、マイナス 2x、次が勝負。プラス8が。マイナスとマイナスでプラスに変えましょうと。ね。はい、で、あとは X がまとめたらいいです。まあ、とにかくみんな高校に行くために多分塾に来てると思うんですね。または、まあ、高校決まってる人もいるかもしれませんが、次につなげるために塾に来てるわけですから、できないとこ見つけたら喜んでください。でそれを一個ずつできるようにしていくと確実に力がついていきますから、俺、今までの1年間、まあ、付き合って、一回も送ったことないでしょ。例えば、なんでこれができるとかって言ったことないしね。ないよね。言わんもん。そんな言ったもん、一年も何もやったってないでしょ。それ言う暇があったらできるように練習お互いにした方がいいでしょ。だから、送りはしませんからね。はい。ただ、戦闘機は文句言いますよ。なんで戦闘とかね。冷凍時は起こしますよ。はい。だってお母さんたちが一生懸命働いて自分の代金出してくれよって言って出てたらもったいないでしょう。はい、じゃあ2番の2、あ、すいません、1番の2ですね、勘違いした人がいたんでちょっとここだけ話をさせてください。ちょっとした勘違いした人がいました。これ括弧の2乗って同じもの2回かければいいね。で、マイナスとマイナスですから当然差算が9、 X が2個あるので、これを忘れてた人がいましたので、なんで忘れたか分かりません。はい、ということです。
ちょっとその人のことをね、思い出して説明しないといけないなと。間違った人がいたら、できるだけ説明したいと思います。はい、じゃあ2番いきましょう。まあ、ほとんどの人ができると思うんですけど、念のために2番の2、比例式。これはですね、ゆとり教育が終わってからですよ。ゆとり教育が終わってから、新しく中に入ってきた計算になります。こうかけるですね。外側同士かけて、内側同士かけて、イコールで結ぶ。ですけどね、約分できるとき、約分しといたら計算楽でしょ。12と16って何で割れますか ?12 と16って何で4で割れるね。ありがとう。何で割れるね。じゃあ、これ4で割っておきましょう。そうすると、3と4になりますよね。で、3と4にしといてかけた方が楽ですよ。試算 12x イコール。しかもね、頭使ってください。x が左に来るようにかけたのを下のこっち側に持っていきましょう。どっちが先でもいいんですけど、3×24、8×3×24。いいですね。つまり、24イコール 12x とかしてもいいんだけど、方程式なんで、x を左に持ってきたら形はね、綺麗です。やりやすいですね。あれで、x は2とかなります。いいですか？はい、じゃあその次です。3番ですね。x-4y-2x ですね。で、数学苦手な人はここに代入しようとするんですよ。2-で、その人の特徴をここにマイナスに書くとつけません。こういった人たちを38年間見てきてますから、間違える人ってどういうことするかすぐわかります。代入しようと気持ちはわかるんですけど、これやらないでください。まだ、コンプライアンスなんとかいいんですよ。けど、式が複雑になればなるほど、数字を代入しようとする人は、絶対に時間はかかるのに間違えます。じゃあどうしたらいいかというと、括弧を外して、同類項をまとめた後で代入するんですよ。はい、大事なのは、マイナスとマイナスとプラスですよ。いいですか ?3x-4y。ね。はい、こういうふうに、形を変えて簡単にした後で代入。後で代入しましょうという。ですね。いいですか？はい、というわけで、これがこういうふうになります。x が2ですね。そして、y がマイナス1ですが、マイナスでした。ごめんなさい。マイナスは、カッコをつけて代入してください。代入するときは、カッコをつけて代入してください。ね。で、2つのグループに分けて、6プラス2なので、10ですよって言ってました。そうですよって言ってました。はい。ですね。もうでいいですか？大丈夫ですか？いいです。はい。だから、ちゃんと式を変形してね、カッコを外して、簡単にした方が、絶対に計算はしやすいです。特に複雑になればなるほどですね。はい、じゃあその次いきますよ。4番。S イコール A カッコ1プラス R を R について解きなさいってどういう意味かというと、R イコールの形に変形しなさいってことです。です。で、まずこれ右と左を入れ替えましょう。右と左を入れ替えます。こういうふうになります。ね。でね、こっから2つに分かれるわけ。計算式。苦手な人はね、分配が好きなんですよ。数学苦手な人ほど分配したがります。間違いじゃないんで、一応分配した形も書きましょう。分配した人は、a-a-r にして、r だけにするためには、まず a をこちらに移行して、こうです。そして、邪魔になるのは A が邪魔になりますね。こう、最後、掛け算のときは、割り算にしましょう。実はこれで終わりです。こう、約分しないでくださいね。三つとも割れないと約分できないですよ。ここを約分できないのに、ここだけ約分はできません。もうこれでいいです。または、A を二つに分けて、A 分の S マイナス A 分の A にして、
ね、英文の S もありますし、実は模範解答がこっちの形になるときあんま好きじゃないです。で、次 A から別にこれでいいでしょ。はい、わざわざ A を2つに分けて役を使える、めんどくさい、で、これは、もう一回言いますよ。 R イコールするために R を左に持っていくことは右と左に入れ替えですね。イコールじゃなくて入れ替え、これは成り立つでしょ、当然いいでしょ、してだからこれをボンと入れ替え、理由は R を左に持っていきたいから。で、ここで分解するんですけど、北九州とか福岡の塾はこれほとんど教えません。これでここからこっちに持ってきます。理由は簡単だから、この段階で A で割らせます。この段階で A で割ります。ここにかけたんだね。そして一応こっちに移行したら R が残りますよってことです。いいですか。食べたら楽です、こちら。多分ですね。だから2つやり方ありますから、教えておきますので、どちらに入れてしっかりやってみましょう。はい、さあ、5番二重丸してください。5番。いいですか。ぜひやってほしいことがあるんです。あ、ごめんなさい。いいですか。ぜひやってほしいことが、それは何かというと、これですね。逆にやってほしくないのは、160が基準、165が基準だから、A さんは172だとかね。A さんは165が何かして172だとか、B さんは、164だとか、こういうこと絶対してほしくない。この中で評価つくのは大丈夫ですか。ですね。理由は、基準を1億にしたとします。皆さん1億を基準にして、1億より7は大きい数とか1小さい数とか、どうなると思う。1億7とか9999万9999とかなるんですよ。そしてそれを足して5で割るとか、バカにすることしないでくださいということですね。はい、平均はどういうことになるかというと、平均は基準に表の平均を足せばいいですよってことです。平均は基準に表の平均を足す、これしっかり書いておいてください。まあまあ、これを真の平均と書いておくともあります。本当の平均は基準に表の平均かけてるでしょ。そういったものを食べますから、言ってくださいね。今の方、つまりどういうことかというと、基準が165だそうです。で、表の平均はただ単純に足せばいいですよってことですね。ただ単純に足せばいいです。で、これを5で割る。で、括弧2番は、これ湖の名前を書かないと。それでは、はるかに書くんですか。書きますか。書きますか。書きますか。問題ちゃんと見よくて、問題。もう一回言うね。165が基準だから、これを172とか164とかするのは、ちょっと言い方悪いけど、ダサいです、やり方が。苦労する割には大変です。その計算間違いもしやすい。で、いいですか ?165。で、プラスだけ集めると、プラスは11。マイナスだけ集めると、マイナス6。ね。そしたら、なんと上が5になります。政府の数で。ということは、めっちゃ簡単ですよ。5分の5ですから、間違えられて1。切って読むから、こっちが先で、ね。で、答えは165点ですよってことになりますね。もう1年生の最後の授業なんですから、2年生になる準備ですから、ちゃんとこういったことをね、今まで勉強してきたことをきちんとできるようにしてから2年生になってください。いいですか。はい、じゃあ、いきますよ。その次。その時行きますよ。
6番右の図の直線 L は Y が X に比例しているグラフである Y が X の式で表すものです。消しますけどいいですか。6番いきますよ。これも変えちゃったらいいかな。ここは大事ですよ。普通に表が出てくるんですよ。そしたら本当の数字を出して平均とか絶対出さないでください。いいですか。ということです。消しますよ。消しますよ。消す。でですね、6番消します。で、6番は実は2つ方法があって、僕たちは簡単な方法でやりますですね。実は今日も何回も今から授業で言いますけど、数学って 90% 以上第2で成り立ってます。数字を入れると成り立ってます。例えば Y が X に比例って書いてあるところを漫画で見てください。 Y が X に比例って書いてあるところを漫画で見てください。 Y が X に比例って書いてあるところ、Y が X に比例だったら当然 Y イコール AX でしょう。ですね。Y が X に比例って書いてあるところは Y イコール AX でしょう。ね。で、これに代入するということになりますね。これに代入するということになります。どうですか。で、X がマイナス4で Y が6ということを通ってるということを準備したい。で、この式に代入しておきたいね。X がマイナス4で Y が6ですよというのを代入しておきたい。で、6イコールマイナス 4A となって、で、A はこれでこう割って、マイナス4分の6とかして、マイナス2分の3。で、90% 以上代入力。これをここに代入して、Y イコールマイナス2分の 3X になります。ということになります。けどですね、僕たちはそんなことしてません。で、どういうふうにしているかというと、比例はですね、Y イコール横分の縦 X、これで考えてください。で、どういうことかというと、ここからスタートして、横に上向いて、下に6下がってますね。ですね、きれいに角を通っているところ、きれいに角を通っているところを見て、何分って何分下がってるとか、何分って何分上がってるとかしてほしいです。もうこんな1しかありしてませんよ。じゃあどういうことかというと、Y イコール横分の縦です。で、Y イコールマイナス2分です。ということになります。皆さん、まずちょっと授業してますからね。協力お願いします。はい、Y イコール横分の縦 X がいいです。まあこれ実は2年生だったら X の増加量の Y の増加量とかいうふうに言うんですけど、正式にね、これとこれってどっちが簡単かって、こっちが簡単じゃないですか。やっぱこう横に何分って下に何分下がるか、そっちの方がはるかに簡単なんで、まあグラフを示す時はこれを使ってください。はい、7番行きましょう。もうちょっと行きます。もうちょっと。ね、どうせ向こうに行ったら、エリア線がいっぱい、なんかね、エレベーターとかいるでしょう。はい、一辺の長さが A センチの立方体 A がある。この立方体の一辺の長さを3倍にした立方体 B を作るとき、表面積は何倍になりますかということなんですね。どうですか？じゃあ、いいです。いきますよ。それっぽい立方体をちょっと変えてください。7番。それっぽい立方体を書きましょう。そして3倍のやつの立方体を書きましょう。はい、例えば A にしましょうか。一辺で A にしましょうか。一辺 3A にしましょう。ですね。
この一面だけでいいです。この一面だけ。ね。正方形ですから、正方形ですから、1点かけ1点で面積 A でしょ。ね。正方形ですから、1点かけ1点で面積 9A でしょ。ね。実はこれって面がいくつありますか？立方体の面がいくつありますか？6個ありますよね。6個あります。はい。で、表面積 6A にしますね。はい、これ、6個あるので、表面積 54A 乗なんですよ。はい、表面積何倍になりますかって話なんで、後の方を前の方で割ってみましょうということで。でこう約分して9倍っていうのは分かるんですけど、早い方法をします、ね、まず一つ目の早い方法は6倍する必要ありません。1個だけで比べていいです。どうせ6倍しても後で6約分できますから、いいですか、ちゅうこと。それとですね、もう一つ、究極の早い方。究極の早い方。いいですか？一辺が3倍になりました。3倍になりました。いいですか？長さが3倍になったってことね。長さが3倍になった。ちょっとこう変えてみましょう。長さが3倍になりました。そしたら、面積は、3の9乗倍になります。これ実は中学3年生に出てきます。3の2乗倍、つまり9倍になる。考え方としては、センチメーターが平方センチになりますね。ここに2乗があるでしょ。面積ってセンチ2回かけますね。2乗になるんですよ。だから303で9倍になる。じゃあ皆さんちょっと頭使ってくださいよ。じゃあ体積は何倍になると思いますか？一辺の長さが3倍になりました。体積は 何倍になるでしょう？面積は3の2乗でした。体積は考えてね、考えてよ。いいですか、頭使おうね。あ、考えてくれてますか？何倍になりますか、体積は？聞いてないし。いかんな、それは。いかにすることがあったのかもしれません。なんですね。面積は2乗になるんですよ。その証拠に、センチを2回かけてるから平方センチだよね。だから一辺が3倍だったら面積は3の2乗倍になるんです。では体積は何倍になると思いますか？3の、うん、それでいいんですよ。それでいいんですよ。早いでしょ。これなぜか立方センチでしょ。だから3の3乗倍になる。つまり27倍になるんです。これが実は中学校3年で習います。けど1年生が理解できないことはないので教えておきます。いいですね、大丈夫ですか、教えておきますので。いいですね。はい、ちょっと残りがいくつか残りましたけれど、とりあえずあんまり遅くなったらいけないので、ここまでにしておきましょう。いいですね。はい、じゃあ、一旦これで終わりたいと思います。はい。点数変えた感じで終わります。はい。はい。ありがとうございます。はい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 。あ、本当。トイレの場所とか大丈夫ね。はい。一旦集めます。
それ家で死なって帰ってきてこないんですか。もう一回死んだから、そういうことか。そうしようか。明後日までにね、帰ってきてください。そう、名前ラジオって言ったら。絶対やる気なんで。いや、ほんと。難しいよ。どうよ、こう。ここの言うしか言わんよね。親友っていう返事があるんだよね。あなたと私は親友ですから。全然面白い。じゃあ、終わりまーす。はい。で、明日。明日。はい。これでいいか。いや、まだちょっと授業しよう。残ったやつ。あ、じゃあ、ちょっと聞いていこう。ちょっとね、5時からのクラスがね、説明する時間がなかったという。日中の子たち。じゃあ、ちょっと、僕は来てみてください。あ、いいですよ。ちょっと、戻ってないで。あ、はいはい。ずっと来てくれて。じゃあ、ちょっと先生が下まで続いていってくれて。こんな遅い時間まではしたことないからね。それではそこでゴミ箱があります。はい、そこに入れてもらってビルミチェンパのゴミ箱があります。もうできるとこできるしていきましょうね。なんだってね。って何やけど、それを集める本気みたいなのそこにあるの。そうやね、もう来る。そんなの持って帰っていいんですか。あ、もうそんなの持って帰っていいです。すいません。多分ちょっと遅い時間は帰ったことがないかもしれない。ああ、わかりました。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。3番は大事なのはですね。はい、大きい箱と小さい箱があって。大きい箱の方がたくさんもちろんジュースが入るだろうから、今回ではですね、大きい箱は小さい箱より B 本多かったと書いてある。そして大きい箱に A 本入れたと書いてある。問題なのは、小さい箱に A 本入れたら、こっちは A プラス B ってなって誰でもわかりやすいんだけど、大きい方がわかっていて、小さい方を大きい方の文字で表そうとしたときに、
大きい方は小さい方より B 本多いと書いてある。裏を返せば小さい方は大きい方より B 本少ないです。この考え方が大事。だから大きい方が A 本だったら小さい方は大きい方より A 本少ないので A-B 本ということになって、じゃあ全体で何本ですかと言われたら、これとこれを足したら全体の本数が出ますということで、ここをプラスにしないことですね。あれがとっても大事です。はい、次です。漢字数が全部で C 本あるとき A を B と C を使った式で表してくださいですね。はい、全部で C 本あるということは 2A-B が C ですよということで、全部で C 本あるんだからですね。でこれを A で表しなさいと、最後に A イコールの形にしなさいという、これも実は2年生で出てきます。1年ではあんまりしません。ただ常識で考えて、これって A だけにするというのは邪魔ですから、こっちに移行します。ただアルファベット順なので、できたらですね、ここに移行した方が綺麗です。形はここに移行した方が綺麗。C プラス B より B プラス C が綺麗でしょ。間違いじゃないけど。間違いじゃないけど、やっぱり数学の美しい方がいいんですよ。はい。で、あとは A だけにするために2で割りましょうというわけで、二分の二すればいいですよ。こういうことなんですね。模範解答はひょっとしたら二を二つに分けてこういうふうになってるかもしれない。模範解答ですね。こっちになってますか？こっちになってますか？はい。はい。ですね。まずは山が二つありますよということです。大事なのは大きい方が B 本多いということは、小さい方が B 本少ないということ。B 本少ないということ。ですね、はい、というわけで A-B と書けるかどうかというのが大事ですかということになります。はい、あとは2番の方は等式変形というやつなんですね。等式変形というやつです。あ、消してしまった。あ、よかったね。で、4番です。家から 1.3km 離れた図書館へ行くのに、はじめは毎分 80m の速さで歩いていたが、途中の A 地点から毎分 60m の速さで歩いて図書館に着いた。これについて次のとおり答えなさい。ですね。はい、家から A 地点までの道のりを xm とする。はい、そこマーカーで貼ってください。xm。ですね。はい。で、イラストで描いた方がいいの で、まず一番大事なのは、全部メーターなので、キロメーターをメーターに直しときましょうというのがスタートです。キロメーターをメーターに直しましょうということです。ですね。で、家から図書館まで 1300m ですよということですね。家から図書館まで1300m です。ですね。で、A 地点から図書館までの道のりを X を使った式で表しなさいということなので、家から A 地点、まあ、どっか適当にしましょう。A 地点までを XKM と、XM とします。ですね。はい。じゃあ A 地点から図書館まで、つまりここは何ですかというと、何算したらいいかというと、当然引き算すればいいですよね。引き算すればいい。これ図を変えてたら特にこうイメージが湧きやすい。全体から X を引いたらいいですよということになります。ですね。はい、はい、というわけで1番の答えは 1300-XM ということになります。単位を揃えないといけないところだけが大事です。単位をメーターにするということですね。はい、じゃあその次。家から図書館に着くまで全部で20分かかった。家から A 地点までの道のりを求めなさい。さあどうするかというと、ここは分速60m で歩きましたと書いてあります。あ、はじめが80m か。はじめ80m で歩いています。途中から60m に変えました。
ね、全体で20分かかりましたということなんですけど、これってかかる時間は速さ分の道のりなので、ここかかる時間が80分の X ですよということですね。で、ここかかる時間が60分の1300マイナス X ですよ。合わせて全体で20分ですよということでした。あ、先生ありがとうございます。あ、はい、はい、あ、どうぞどうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ、あとはもう本当時間があったんで、どうぞ、はい、上がってください。あ、そうそう、今日の教材のゆるファイルは、ゆるファイルはピンク系でしたよね。どこかに用意してましたですよ。ピンク系でした。じゃあ、ここら辺に置いてもらって、一緒に入れます。はい、はい、いきますよ。もうここまで来たら分数の方程式なんで、分母を払ったりですね。最小公倍数はいくらでしょう。最小公倍数、これを2倍3倍としていって、これで割れるやつを探したりです。それまあある程度早いです。ちょっと待って、20、ちょっと違うんじゃない、それ最大公約数じゃない。最小公約数はこれを2倍して160割れないですね。3倍して240割れますよね。あ、そっか、240、ね、両方とも割れる公約数と公約数を、そうそう、発言するでしょ、はい、ということで、ね、240をかけたらいいですよということになります。はい、そうするとこれが約分できて、約分できて、で、3x プラス4括弧1300マイナス x イコール4800ですね。はい、もうここから先は多分できると思うので、でも最後までやりましょうか。5200マイナス 4x イコール4800。はい、これをこっちに移行しましょう。そうすると 3x-4x が 4800-5200 マイナス x がマイナス400になるので、だから x が400ですよということになります。これ今人気がある問題です。これよく出ます、この問題。途中で速さを変える道のりの問題ですね。1.3 キロを 1300m にして、全体 1300m、 途中の A 地点で速さを変えました。 A 地点までの距離を、道のりを xm とすると、残りは1300から x を引いた 1300-x と表すことができます。で、この下に速さを書いて、で、分数の形にする。これは分速 80m で歩いた時にかかった時間、これは分速 60m で歩いた時にかかった時間、その2つを足して全体で20分ですよというふうに持ってきてくださいということですね。はい、ですか。はい、はい、じゃあその次です。5番、8等分すると1本の長さが 45cm になる紐がある。この紐を X 等分した時の1本の長さを Y 線とすると、次の通りに答えなさいというわけですね。まあ、これもイラストを描いたら分かります。イラストを描いたら分かる。もう図というのはどれだけ大事か、まあ、将来理系と文系って分かれるってどっかで聞いたことがあると思うんですけど、はい、理系の人ってやっぱり分かりやすい図を描くんですよ、はい、やっぱり人に説明するときに相手が分かってもらいやすいなと思ってちゃんと描いてくれます。8等分すると1本長さが 45cm になってしまうというわけで、まあまあまあ、8等分してみましょうか。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。で、ここが 45cm で8等分してますから、全体の長さは当然45の8倍ですよということです。はい、はい、4が32に5をかけて360ということになりますですね。はい、でです、この日も X 等分した時の1本の長さを Y 線というわけですから、まあ、例えば
まあ、これを X センチにして、でこれが全部で Y 方あるわけですね。はい。じゃあ、これは別にして、これとこれで何算したらいいかというと、全体の長さを出すためにはかけたらいいよね。はい、X センチが Y 方あるので、全体の長さは2つをかけたり。はい。ただ、かけたらこの長さになるでしょうというわけで、こういうふうに計算できますと。ということです。で、y を x の式で表せだから、はい、x で割ればいいので、はい、これはもちろん反比例の式になりますよということでした。はい、これ次の360ですね。はい、では一本長さが24センチになる等分数は何等分数でいいかというと、結局ですね。X が24になるので、結局24分の360ということになります。ですね。で、360を24で割ると、15本ということがわかります。はい。はい、本当に15本ですよということでした。図のところはいいとして、球の体積の公式習いました？球の体積って何番ですか？7番。7番ですか？うん。習ったかもしれないけど。そうやね。じゃあ7番をラストにしようかな。6番は、わからなかったこと、しっかり分かります。うん。大体わかると思います。これは簡単。小学校ぐらい、中学校の初めか、うん、ありましたよね、はい、か中学校でも習いましたよね、はい、これはちょっと長いです。そうそう、で7番ですけど、はい、球の体積は公式があってそれ知らないと、はい、計算できないんですよ。球の体積はですね、 V で表しますけど3分の4 πr 3乗になります。あ、3乗です。はい、え、なんで三乗になるんですか？まあ、これはやっぱり縦掛けをかけた高さに近いと立体だから。あ、そっか、立方センスと同じなので。面積面白いよ。例えば円周って 2πr でしょ。はい。面積って πr2 乗でしょ。はい。で、体積って3乗なんですよ。はあ、これちゃんとね、はい、長さはセンチ1個だけ、面積は平方センチだから2、体積は立方センチが3になってるんですよ。はい。いいですか。じゃあ、ここに代入するだけでいいですよ、ということで、直径が9センチと書いてあるので、わ、めんどくさいなぁ。まあ、いいよ。直径が9だから、あ、そうでもないか。約分できそう。半径は2分の9だよね。はい。直径9、半径2分の9。3分の4かけ π かけ2分の9の3乗はですね、どうしようかな。実は俺こういった時よくこうします。計算しやすいよ。ああ、はい、これも幼稚いけど技です。例えばこれでもう4だからこう消えますよね。はい。でこれもこう消えますよね。もうとにかく常に頭を使うんですよ。どうやったら簡単になるかっていう。常に。ただ、2は1個だけ残って、九九81の3倍でしょ。243π 立方センチメーター。これを例えば、うん、9×9×9 とかして、2×2×2 とかして、約分するよりは、こう、バラバラにばらけさせておいて、で、約分した後、掛け算した方が、掛け算した後、約分するよりは簡単。そうですね。うん。約分が先に。いいですね。はい。はい。じゃあ、その次行きましょう。2番。右の図のように、一辺の長さが4センチの正方形 ABCD があり、辺 BC 上に点 E がある。DE イコール5センチ、BC イコール3センチ。の時、次の問いに答えなさい。1番。台形。ABED を直線 DC を軸として一回転させてできる立体の体積を求めなさい。はい。で、これって、
多分わかります。立体図形は、回転体はどうしたらいいかというと、同じものを左右対称に持ってくるわけね、回転体。だから今ここにこうあるんですけど、まず元は正方形ね。今の正方形。で、これ回転させたらこっちに来るわけね。こっちに来る。で、ここでこういう風になってるので、こういう風になるでしょう。つまり、ここをあとは、見取り図を書きなさいと言われたら、こう書けばいいわけですよ。こう書けばいいわけですよ。もうちょっとこっちかな。こう書けばいいですよ。ですね。見取り図は、左側に書いてある図と全く同じ図を右に書いて、あとは回転させるんで、丸くこういうふうにすると、円柱から円錐をくり抜いたってことがわかるんですよ。はい。円柱から円錐をくり抜いてる。じゃあ、円柱の半径と高さはいくらか。今年の1年生はこの練習をかなりしたので、はい。はい。πr2 乗とかすぐ言ってくれるんで。これ、大きい円柱は半径4、高さも4なんですよ。で、これから小さい円錐をくり抜くんですけれど、この円錐は、ここは半径が3です。半径が3で高さは4ですね。高さは4です。あとは計算だけ。πr2 乗かけ高さ。底辺かけ、底面積かけ高さ。これ尖ったら3分の1なので、3分の1かけ πr2 乗底面積かけ高さです。はい、だから、レベル的には大したことないです。これ、はい。ちょっと応用みたいに見えるのは、基本を2回すればいいんです。普通。2回基本を組み合わせて足したり引いたりするんです。ということで、ここをこう約分して、これが12倍ですね。こっち側は16の4倍で64倍。64回から12回引きますので、52倍とかね、いうふうに答えが出ます。体積ですから、立方センチメーターです。さあ、ラスト。三角形 DEC を、直線 DC を軸として、三角形 DEC を直線 DC を軸としていただいている円錐の表面積を求めください。いやー、これを一番熟成やったらもう秒殺でしょ、表面積は。π r 2乗それは底面積だよね。底面積がもちろん言うけどね、例えばこういうふうな側面積と底面積になるでしょう。今言ってくれたのはここでしょう。そっか、はい、π r 2乗。うちの生徒はこの側面積が1秒でできるというね、得意技を持ってるはずなんですけど、ここ1秒ですよ。1秒です。だって5、3、15ですから。そうですね。1秒かからないですよね。5、3、15倍。そうですね。で、側面積。母線と半径をかけて π つけたり。底面積、πr2 乗。この2つを足したのが表面積。はい、だから、ねえね。表面積は。解説じゃないです。あ、もう全然。はい。そうじゃないと思うと、塾の価値がないです。そうですね。はい。で、24回ですよ。ということになります。いいですね。はい。はい。じゃあ、ここの段階でちょっと消してください。すいません。あ、これか。うんうん。